まずは大浦、そしてそこには栗山がついています。このゴール下、まずはエンドワン、ダブルチームでいく。浅野ケニーはドリブルでいって、おー、強引に行きましたが決めました。ですね、ここは寄らなかったら行きますね。ああ、クリアス決めていきました。反対側で北川が呼んでいました。北川抜いた。ノルクでニック・ケイへ。いやー、いいパスでしたね。ダジンスキーにニック・ケイ。これ山内もらう。メインテンファーマステッドは。この人をどうやって抑えるかという島根。大浦、金丸、2ポイント、まあ、今ユーロステップ踏んだんですけど、うまく止めましたね。山内の3決まりました。金丸、金丸決まった。さあもうダブルチームでいくか、1つアウト、パスが通った。浅野家に大浦、クラークです。ダブルチーム、ボールこぼれてラベナの3決まりました。ダブルチーム、先ほどもダブルチームありました。メイテンに対してシュートは大浦、決まった。3が立て続けに決まっています。指示を出してます。ただそれでキックアウトからということでリバースレイアップ決まりました。下浜です。ゾーンディフェンスとか引くかもしれないですね。そうですか、はい、そうですね、2-3のゾーンですね。ゾーンディフェンス、ディープ3決まった。早速このそうです、ね、ワイドオープン決めてほしい。あー、来ません。そしてパス通って逆に決めたサイエンス。タイムアウト、島根です。オーラがフェイントアタック、パスを通した。ナイスアシスト。ここをしっかり取っていればダジンスキー選手のスリーポイントないんですよね。そこのやはりリバウンドなんですね。ビフォードエンドワンです。メイテン、メイテン決める。木山からハッサン・マーティン。ここマーティン選手ヘルプ来ないな、行ってほしいですね。マーティン行った、決めました、はい、かわして3ポイント。ビフォードリバウンド追って、この前に試合が終わりました。